はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティスト新です。6月の月間フラワー賞が決まりましたので、ここで発表したいと思います。作品とその作品の良いところを少しずつこうお話ししていきたいと思いますので、最後までご視聴ください。第1作目が、まあ、この順番は順位不同です。あまり気にしないでください。皆さん同等だと思ってくださいね。第1作目が高橋てるみインストラクターの作品です。この作品はですね、この作品、これ花束なんですけれども、こう見ていただければ分かるように空間取りがすごくうまいですね。この花束の中にこう空間をうまく使ってます。あと入彩欄の動かし方とかですね、あとはこの黄色の使い方、まあ、ひまわりをこう花びらを取って黄色をセーブしてというか調整して使ってるところとか、全体の雰囲気の作り方が絶妙にうまかった作品です。はい、おめでとうございます。次に、寺岡浩子インストラクターの作品です。これはね、もうキャスケードブーケなんですけれども、ものすごくこう秋色でかっこいいブーケに仕上がりました。これね、本当にこう全ての花が適材適所に入っていて、実際にね、僕これ本部講習会で作られた作品だったんですけれども、本当にこう一発 OK の素晴らしい作品でした。おめでとうございます。次に千美穂さんの作品です。こちらはですね、こう花をねたくさん使ってます。たくさん使ってるんですけれども、これはアレンジメントですね。このね、花の入り方ですね、色の持ってき方、入り方、空間の取り方、アクセントラインの入れ方、今回これベストです。本当にうまいです。もうこれだけ花を入れてもパシッとこうラインが入ってるところが素晴らしいと思います。はい、おめでとうございます。次に大橋純子さんの作品です。こちらはエネムレス、それからブラックリーフ、そしてここに出てる枝ですね、この枝のラインですね。この角度とこのブラックの使い方とがおしゃれなんですよ。すごくかっこよくておしゃれな作品です。もう本当にね、この黒の使い方がおしゃれで、もう一発でこう決めてしまいました。おめでとうございます。次に白石由美子本部インストラクターの作品です。これはですね、ミスカンサスのこの動きですね。で、この下のカーネーションとかアルストメリアとかって本当にこう動きを出すことができない花なんですけれども、すごくね、その動きを出すことができないお花たちが踊ってるように見えますね。これは本当にこのミスカンサスの入れ方が絶妙にうまかったからできた作品だと思います。おめでとうございます。次に竹内優子さんインストラクターの作品ですね。これ花束なんですけれども、これ本当に、5番サイドの花束で葉っぱの先、花の先全てがピシッと揃ってるんですよ。これね、ここまでに1サイドの花束で花の葉先とかを全て、自分の思い通りにね、こう入れていくっていうのはすごく難しいことなんです。やってもらえば分かると思うんですけれども、なのでこれは本当にテクニックがある素晴らしい花束だと思います。ありがとうございます。次に阿久津節子さんの花束です。こちらもブルーベリーとか、アンスリウムとか、エメラルドウェーブっていう谷渡りとか、ベアグラスとかも使ってるんですけれども、これね、この花束もすごくおしゃれなんです。色の使い方とその持ってき方と細い線のね、持ってき方、その細い線から中を見せる、見せ方とか、そのあたりがすごく絶妙でかっこよくておしゃれです。この右に出てるブルーベリー1本が例えばなかったとしたら、もうこれ選ばれてないんですけれども、とにかくこの全ての花材が、何が言いたいかというと、全ての花材がなきゃいけないところにちゃんとあるんです。だからこういう完璧な花束ですね、アンスリウムの向きもそうですけれども、ができるというのがね、素晴らしいことだと思います。おめでとうございます。次にこれから2作紹介します。これ伊藤優子さんの作品2作です。今回は伊藤さんは2作、選ばれました。この激戦の中に2作選ばれた、本当に素晴らしいことだと思います。まず第1作目、これは太い湯を折って、その中に
独歩卿とか V 卿とかカラーとか入ってるんですけれども、この太いで折った空間の中に入っているお花たちがすごくこの、なんだろうな、この折った太いとのバランス、空間の取り方もう絶妙です。なのに、なんかやけにデザインチックになってないんですよ。太い折ったりすると結構デザインチックになっちゃうんですよ。なのにデザインチックになってなくて、ナチュラルな感じが残っていて、この太いの折りの、テクニックが入ってくる。あのね、これはね、ものすごく本当難しいテクニックだと思いますけれども、それをね、こううまくこうナチュラルテイストで決めてきてるところが、本当にこう見ていてパッとこう選んでしまった作品でした。おめでとうございます。もう一作これはね、完全に自然体です。自然体の植生スタイルなんですけれども、このガマの、ヒメガマのラインですね、葉っぱのラインですね、の取り方と、あ、アジサイのこの曲がりの使い方とか、あとね、器をこう石で浮かしてるところとか、これ絶妙に本当にこれね、うまいです。こう一発でこう心惹かれた作品でした。なかなかね、こういう作品ってできないんですけれども、エヌフラワーならではの作品だと思います。こういうのは、なんて言ったらいいのかな、表現のしようがないんですけれども、すごいね、こうすごいこう心惹かれる作品です。この2作ともそうですね。伊藤さんね、本当にこう素敵なお花を見ててくれたと思います。ありがとうございます。はい、次にこちら、柿原幸子に本部インストラクターの作品です。こちらはね、たくさんのグリーンを使ったグリーンアレンジメントの中に、グリーンのカラーが、グリーンのアンスリウムが入ってます。空間の取り方、あと落ち着かせる、根元で落ち着かせるもの、それからラインで出すもの、そういうものが全て完璧に入った作品です。こちらはね、本当にこう技ありの作品だと思って、一発でこうね、こちらの作品も選ばさせていただきました。本当全てのこう右側に出てる見つかったカールとか、そういうものも全て計算し尽くされた、なのにナチュラルテイストに見える、これも本当に素晴らしい作品です。はい、おめでとうございます。最後にこちら、吉井ひろこさんの作品ですね。これも今お話ししたのと同じような感じ、自然界のテイストなんだけど、その中に完全なデザインがされている。こういう作品ってね、なかなか作ろうと思っても作れるもんじゃない、難しい作品だと思います。よくね、皆さん勉強されると思ってとっても感心いたしました。これからもね、全国のエヌフラワーのレッスン、素晴らしい作品をたくさん作っていってほしいと思います。代表としてとても嬉しく思います。ではまた来月ベストフラワーを選ばさせていただきたいと思います。皆様頑張ってください。ではまたよろしくお願いします。